つなれかけも伝統的な行事として、後世にずっと続けていきたいなというふうに思っています。夏の道後温泉、暑い日が続いているんですけども、お風呂に入って汗を流していただいて、2階以上の休憩室で、ね、すだれ、での冬風情ですとか道後温泉館内の風情を楽しんでいただきたいなと思います。